はいどうも、チョキ様という名前でパーシバルを使っているお茶と申します。 SS1 からですね、ちょっと中途半端なんですけど、まあここからやっていこうと思います。はい、ということで、バザラガの方ですね。前もバザラガ動画にしたような気がするんだよな。あんまりね、なんかもうやったことあるキャラクターのやつを動画にするのあんまりあれだなと思って、いろんなキャラと対戦してる動画出したいんですよね、できたら。ただもう結構ね、そのキャラクターが偏っちゃってるからね、仕方ない部分もあるんですけども、頑張っていきましょう。ちょっと集中気味でいきます。この人強いんで。なんかね、結構対戦してるんだけど、あんまり勝ててないイメージがね、あって、どうしても。さあ、投げが通って美味しいよ。ここ勝利圏で。避けしないか。この人ね、この後の避け多いんですよ。この後とかね。あれ今ヒットしてたわ。ヒットこそ逃げきてなかった。あんなとこで当たると思わなかったよ。怖え。おいしい。見えたらね、しっかり避けてからね、こうやってコンボをね、叩き込むと飛ぶね。ほら魂の話。話警戒。話警戒。クソ間に合うんか。でもこれも削り圏内なんで。あー昇竜拳で終わってましたよ。出なかったし。もったいねー。昇竜拳で終わってましたね。出なかったわー。いや、結構出ないことあるんだよな。しっかり昇竜拳出して暴れ潰しから、これは持続マハといく。飛ばれてますね、えらい。そんなに減らないね。お、怖っ。何これ、あぶね。今見えてたけど反応できなかったわ。あ、もったいね。今覚醒につないで終わってましたね。あー出なかった。また行って、行きたいけど、有利フレームなんで、美味しい。しっかりカウンター確認からね。あれね、多分タッチシーも入ったんかな。でも距離的にちょっと怪しかったから。しっかり。タックルか波動拳には。C 勝利合わせたいですね。これはちょっと持続マンハといきましょうか。もう一回、あ、できなかったわ。投げて、まあ一応貯めといて、あ、くっそ、釣られた。釣られちゃったわ。何なのそのためは。 OK、 しっかり反応して、これロックかかるんで死にますね。タックルか波動拳には、まあ何かしらアクション起こしたいですね、できたらね。一応意識してたら反応できるんで。喋りながらでも反応できますからね。集中しながらやってたら多分結構簡単だと思うんで。あれ出なかったと思ったら勝利拳なかったんか。最近こういうアビリティを見れてないっていうのが多くて。おいしい、これ確定ですね。まあ、貯めといて、あーダメだったか。やべ、これ多分通りますね。あの後後ろ歩き多かったんで、後ろ歩き多いなっていう場面で C 王者下段とかやると本当に通りますね。大体ね、パーシバルの遠視やがって後ろ歩きしてるんで、みんな遠視を差し替えそう差し替えそうって意識のもと。あー避け出なかったか。こういう場面とかね、今できなかったけど、こういう場面とか本当に通るんですよ。これ暴れ潰しにもなってるんで。あーうまい、しっかりね。
あー、縛り出したんだけどな。しっかり避けて、カッカン取ると。見えたらね。こういう場面、あー、取らなかったか。玉投げ警戒。ディープトール。どんどん削っていきましょう。いやー、これちょっとまずいんじゃないか。もう削り圏内なんで、どうにか削りで。いやー、ちょっとあかんっすね。これ波動拳待つか。待って、いやー、ダメだったか。しっかり置かれましたね。いやー、まあそんな簡単になー、ガードしてくんねえよな。ちょっと飛びも混ぜましょうか。全然飛んでないんで今俺。こういうね、下と上のチラシすると上通りやすくなります。いやー、マジか。ここら貯めれるチャンス。無理やり近づいて。いやー、相手ユリフレームだったのに手出しちゃいましたね。よくないよくない。うわー、見え通らなかったか。怖いねー、これね。届かねえ。いやー、波動拳もらえちゃった。くそー。あれ俺今11だっけ、これ11だっけ。11か。あー、避けれなかった。いやー、勝利で反応できないねー。 OK、 画面端行ってくれたよ。おいしい。あー、禁煙になんなかった。これは持続魔法とかできないんで暴れ潰し。 OK、 おいしい。暴れ潰しから無理やり。いや、おいしい。ちょっと妥協します。遠心入るんだけど本当はね。ただあんまり安定しないんで苦手なんで。 OK、 これは余計間に合いますね。 OK、 本当はね、あの駒投げの後遠心入るんですけど、中央だとむずいんだよね、ちょっと。だから俺基本妥協して NM にしてます。別に遠心だったら死ぬ体力でもなかったしね。遠心だったら死ぬ体力だったら頑張ってもよかったかもしれないけどっていう感じ。安定を取りました。これ確定はないか。おいしい。マジこれ NC がさ、カウンターした時さ、ほんと気持ちいい。 NC カウンターして王者の C 派生つながる時、クソ気持ちいい。マジでパーシバル使ってて一番気持ちいい瞬間だわ。あ、しっかりガードしてきた。えらい。余計。これね、気持ちよすぎるんだよな。あ、これちょっとやばいかもな。かかったかもな。ただロック入んないっすね。あー、くそ、立ち絵出なかった。これ読み合い。オッケー、かかんなし。これがマジ強い。波動拳か。あー、出なかったか。タックルに C 勝利合わせたいんだけど、でもそんな安易に打ってこないと思うんだよね。これ削りあるね。波動拳打ってくるかな、じゃあ。オッケー。これは削りあるんで、まあ波動拳打ちたくなるあれですね。波動拳オアタックルってとこだったね。なので今めちゃくちゃガン見しました。ということでリプレイいきましょうか。はい、ということで、まあやっぱ個人的には一番ターニングポイントだっ
ったって思ったのは、まあ、最後の試合のやっぱ最後かな、昇竜拳で割れたとこ、あそこが一番のポイントでしたかね。ということで、まあ、最後の試合とりあえず見ていこうと思います。あと全体的に悪かった点なんだろうな、まあ、コンボミスとかね、アビリティを見れてなかったっていうのはちょっとあれでしたね、悪かったポイントかなっていう。良かったポイントは結構いくつかあったんだよな。これめちゃくちゃ荒ぶってますねコマンドキー、コマンド入力キー見ると恥ずかしい。あとやっぱり地上戦頑張ってる時に飛んだりすると相手対空しづらかったりするんで、そういう上と下のチラシもねしっかりとね見せていけたらいいなっていう。結構今回の試合はね割と地上戦頑張って飛べてたりもしたんで良かったと思うんですけど、これで気持ちいいっすよね、 NC カウンターした時。で今のなんで勝利に繋がらなかったのか自分でも分かんねえや。 NM だけで終わってましたね。でここね、ここね禁止になるかなと思ったんだけど遠心になっちゃって暴れつぶしになってなかったんだよね。これは美味しかったですね。でまあこれは妥協コンボ。これは良かったですね、しっかりとね無理に崩しに行かないっていう。もうこういう体力差だったらまあ別に崩しに行ってもいいんですけど、まあ、そこなんか本当に人のプレイスタイルによるというか、俺結構安定っていう言葉が大好きなんで、まあもう削りもあったしね、別に無理に崩しに行く必要ないのかなっていう感じで、まあ逃げ起きて、こいつ無敵ないんでしっかり暴れ潰し。ここが当たんなかったのもったいなかったね。足払いじめして持続マハと行こうと思ったんだけど、これも見てから避けるべきでしたね。ただあれ貯めれるから読み合いになるのかな、安定ではないのかな。これねこれ本当に気持ちいい。さあここら辺からですかね。ここもったいなかったよね。多分金鋭かくってたんかな、怪しいフレームなんだけど微妙だったんだよな。いけたと思うんだけどね、金鋭が出なかった。金鋭じゃない遠鋭か。でここですね、この体力になったらタックルか波動拳打ちたくなるんで、まあ、しっかりガン見して勝利拳で割るっていう、まあ、避けっていう選択肢もあるんですけど、なんだろうね、そこも結構プレイスタイルによるかなっていう。もう俺一度決めたことはなんて言うんだろうな、最後までやり抜くみたいな感じ。なんか勝負の仕掛けどころみたいなのが結構人によるのかなっていう感じですね。あそこまで避けでもよかったんですけど、自信なかったりしたらね。結構俺ね波動拳に対して勝利打とうとするとなんか別のが漏れちゃって負けてたりとか結構あるんで、割とここ博打だったね。うん、まあ一応見てからなんですけど。ということで、まあ今日の動画はこんな感じになります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でーす。